はい、こんにちは。アキロのゲームへこそ、タイザー X の実況です。はい、というわけで、今朝のギルメン募集結果の動画に続いて2本目なんですけども、日曜日から来ました突発ピックアップガチャ、これも含めてなんですけども、いくつかですね、明日のメンテ前までに終わってしまうガチャがありますんで、そちらのチケットをですね、一気に使っていこうと思います。では参りましょう。はい、それでは明日のメンテ前までに終わってしまうのが、お祭りバブちゃんのガチャがですね、8月25日メンテ前までで終わってしまいます。そしてお祭りバブちゃんとビオラの根拠ガチャ、こちらも明日のメンテナンスで終わりです。それとこちらの突発ピックアップガチャ、こちらが本日8月24日の23時59分までで終わってしまいます。で、同じくこの突発ピックアップガチャのメンバー3人の根拠ガチャが本日8月24日23時59分で終わってしまいますんで、こちらも回していかなきゃいけない。なので、とりあえず、で、お祭りバブちゃんのガチャのチケットはこれね、魔法ガチャのチケットなんですよ。で、なので、他でも使えますんで、これは置いとくとしまして、バブちゃんとビオラの根拠ガチャ、こちらのね、60枚。これはもうね、一気に使っていこうと思います。で、すでに僕、お祭りバブちゃんもビオラもですね、どちらも揃ってます。根拠全部揃ってるんで、今回ガチャ回す理由としましてはですね、交換所で魂のエッセンスと交換するため、回していこうと思います。では、行きます。で、チケット60枚もあるからね。で、まあ、かつですね、まあ、素材がね、ガンガン手に入りますからね。なので、回していきます。で、余ったやつ打ったらね、それはそれでですね、また魂のエッセンスになりますからね。それで、また、育成ができますから。こういう時にね、ちゃんと忘れずですね、消化しておくことすごく大事ですよね、ほんとね。で、何気にほんと素材がほんと手に入るからね。これで60回回してですね、もう、手に入れるべきものはもう手に入れてますからね、天井まで回してるんで。十分でね、チケットでね、こんだけ稼げてしまうのは本当大きいですよね。僕はもう前回はね、石でね、ミスっちゃいましたけどね、石でチケット買ってね、回すべきやったんがですね、そのまま回しちゃったんでね、すごい大きなポンミスをしてしまったんだけども。はい。というわけで、がっつりと交換素材をもらいました。ではこっちもですね、根拠から回していきましょう。アスモデウス、ガブリエル、サンダルフォンなんですけど、でサンダルフォンはですね、僕しっかり育ててまして、すでに根拠もどちらも 100% まで上げてます。なのでサンダルフォンは揃ってるんですよ。でアスモデウスとガブリエルは今現在持ってないんで、まあ、出てくれたらね、持っておこうかなと思います。ではこちらに20枚ありますね、使っていきますとね。何気に本当素材がね、手に入るのが、ここね、お金とか手に入るのもでかいからね。こっちもですね、だからね、3つ揃えるとですね、魂のエッセンスと交換できますんで。はい、ではチケット終わりました。では最後ですね、突発ピックアップガチャ。ね、まあ、アスモデウスもガブリエルもね、持ってないんで、これは出てくれたら嬉しいし、サンダルフォンが被ってくれても嬉しい。では、21枚ありますんで、単発で1枚いきます。さあ来い、まあ。持ってないの出ただけで結構でかいからね、それはね。さあ、単発なんでね、まあ、こんなもんでしょう。では20枚いきます。さあ来い。回さなきゃ当たらないからね、ガチャはね。さあどうかな。最近このね、確定演出なくてもあったりするからね、なんとも言えない。さあ来い、お願いします。さあどうかなってないよね。星4がトントンって出てくるとね、あるかなって一瞬思っちゃうんだけどね。さあラストお願いします。さあ来い、お願いします。で、まあ、この突発ピックアップガチャが来たということはですね、お、これはこれはすごいことなってるんじゃないですか。これすごいことなってるやつじゃないですか。これあるんじゃないですか。これは来たんではなかろうか。で、これがいわゆるあの渦演出が来たんじゃないでしょうか。これはこれはあるかもしんないよ。これは出ちゃったかもしんないですよ。これはこれは来たんではなかろうが。さあ、貯めるね、おい。さあ来た。お願いします。よっしゃ。おっと、来た。これは、アスモデウスゲッツ。持ってなかった滞在魔王が出てくれました。これはでかい。あざす。イエス。はい。というわけでですね、交換素材もね、がっつり手に入りましたんで、受け取っておきましょう。で、もう交換できるところ交換しておきましょうか。景品交換所行きまして、人気キャストの方はですね、2なんでまだね、これは交換できないけれども、単発とか組み合わせですね、3にしてまた交換しておきます。で、お祭り大満腹ってところはこちら7つありますからね、これで交換できます。え、ね、魂の施設10万はでかいっすよね。
はい、というわけですね、明日のメンテ前まで終わってしまうガチャを3種類ですね、根拠根拠と突発ピックアップと回してみたんですけども、など結果ですね、アスモデウスさん来てくれました。まあね、1回出ただけではね、なかなか使いにくいとこありますけどね、それでもね、1回出たということで、ソウルリンクが上げやすくなりますね。ていうか上がったんじゃないかな、ソウルリンク。お、上がった、ソウルリンク。ね、おかげで1体来てくれたおかげでね、レベルが96まで上がりました。という感じでね、まあ、チケットをね、バカにできないんでね、皆さんもね、忘れず、今日のうちですね、必ず消化しておいてください。で、明日はですね、メンテナンスが来ますんで、どんなガチャが来るんでしょうね。まあ、何かしらまたですね、新しいキャラも追加もあったりもするかもしれませんので、そうなりましたらですね、またですね、評価の動画を作っていこうと思うんで、よかったらそちらも見てください。それでは、次の動画でお会いしましょう。ではまた。